じゃあ今から、グジネットワークの命名をしていただいた畑中さんに、記念の目録を渡しに行きたいなと思いますので、よろしくお願いします。仕事してますね。ありがとうございます。いいえ、恐縮です。社内公募した、YouTube チャンネルのチャンネル名、畑中さんが発案していただいたグジネットワークに決まりました。ありがとうございます。決定した方に渡す目録なんで、はい、この度はありがとうございました。そうそう、はい、頂戴します。はい、どんな感じ。まあ、本当はもっと若いスタッフがたくさんいるので、若いスタッフのアイデアが活かせられるといいのかなと思いながら、こんな年長者が取ってしまいまして、すみません、ありがとうございます。どんなものがいいのかなと、考えてみたんですけど、グジってそもそもリングだったりとかビレットだったりとか、さまざまなセクションがあって、でそういったことをより広く皆さんに情報として知っていただきたいというような、思いで、ネットワーク情報を共有してつながっていきましょう的な意味合いで命名してみました。これはグジっていうことですね。何にも考えてなかったんです。あ、そうですか。はい、よう考えたらグジって京都弁で甘鯛っていう意味なんで、はい、これ甘鯛なのかな。何でしょうね。金目鯛。金目鯛じゃないか。金目鯛じゃないですね。まあ、めでたいということで、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。時代はまさに被ってるその世代ですけど、あいにく TM ネットワークのファンでは、あ、そう、はい、すいません。じゃあこれからいろいろな動画をアップしていきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いします。